はい、こんにちは、皆さん。えー、危ない広の雑談英作文会も進んで第19話。えー、今日は何をやるのかというと、英語ではいつ受け身を使うか。英語の受け身を再び考えてみる。で、早速問題。1番。その男性社員3人は、えー、昨日本社に派遣されました。で2つ目。この小説はもともとは1914年に日本語で書かれたものだが、 1941年に英語でも出版された。この2台ですが、まず、1番目のヒントですね。はい、ヒントとしては、社員、たち employee, er, er だと、えー、採用する側ですね。採用、使用する側。えー、ee だと、使用される側、つまり社員の複数形 S がついて、社員、たち Employees, ここにアクセント。または workers と言っても構いません。え、本社は headquarters, headquarters って言って複数みたいな S がついていて、ま、これ綴りの一番最後についている S ということで、でもこれ、あの、複数扱いするのが普通ですが、単数扱いされる場合もあるので、要注意ということです。派遣するは send が一番普通の単語。dispatch という単語も あります。ということで、えー、この問題、えー、まず自分で書いてみてくださいはいできたかな1番目の問題見ていきたいと思います。1人、2人 三人の男性社員。何の会社これなんか人相ちょっと悪くないみたいな感じですが。はい、えー。人を人相で判断してはいけません。その男性社員三人は昨日本社に派遣されました。The three male employees were sent to the headquarters yesterday。問題ないよね。この黄色いところが受け身になっているよね。受け身に。 で、喉手の文はどういう文かというと、まあ、主語は誰だかわかんないから誰か、ね、誰か。誰か。sent the three male workers to their headquarters yesterday. という、これが、ここのところは誰だかわかんないので、受け身になっちゃったと。ということだよね。えー、で、主語、つまり動作主が不明なので、誰がこの3人の社員を派遣したのか、動作主が不明でしょ。 だから、受け身にすれば、倍誰々の部分は省略できるので、消せるっていうことだよね。えー、そういうことでした。はい、えー、戻りました。今度はこっちですね。全然違う話ですが。さあ、この小説って何の小説だかわかる。これ、ここからは、えー、国語の授業ですね。1914年に日本語で書かれた小説で、で英訳されているっていうのは、よほどこれはメ,メイジャーな。 小説でしょう。ヒントは。誕生日が僕と同じ小説家です。僕の誕生日は2月の9日。2月9日生まれのこの小説家、そしてこの作品は何そう。これは夏目漱石の心なんですね。夏目漱石の心。これは1914年に、えー、日本語で出版され、 そして、1941年に初めて英語で出版され。それから、あと2回、イギリス人とオーストラリア人かなが翻訳したのが出てますけどね。ま、そんな感じです。さあ、それで、単語の中、青くなってるところですね。この小説、this novel, this novel。もともとは orig、originally, originally。出版する、publish, publish. えー、この3つですね。えーまあ、注意は、ここのとこ出版されたは受け身になってるよね。はい、じゃあまた時間を取ります。自分で書いてみてください。 はい、再開しまーす。これですね。回答はこんな感じです。読んでみます。This novel was originally written in Japanese in 1914.And it was also published in English in 1941. 受け身になってますね。はい。Uh, this novel was written.It was published. この二つが受け身ね。えー、書かれた、出版された、えー、になってるよね。で、次の画面に行く前に、こう、だがのところが、これってバッジじゃねってみんな思うよね。アンドになってるじゃん。これなんかからくりがあるわけ。それともこれ間違いいや、間違いじゃないんです。日本語の何々、だがとか何々、ですがっていうのは、必ずしも逆説じゃないわけよ。例えば、 うちのお母さんは料理が好きではないが、お父さんは料理が大好きだ。これは、要するに正反対のことだから、英語でもバッツなんですね。でも、日本語のこのダガーのつなぎっていうのは、前の文をとりあえず中ブラリンにさせておいて、すぐ次の文をつなぐときに何々なんだがっていう、ちょっとペンを置きましたみたいな。 えー、逆説じゃなくて、そういう使い方があるわけよ。その場合、英語でアンドゥンなんですね。えー、なにですがとか、だがってみてすぐにバッツというふうに条件反射しないということは重要です。さあ、今の夏目漱石の心のやつはなんで受け身を使ったなんで夏目漱石って書かなかったわけそれは、動作主、つまり作者である夏目漱石って話題の中心ではない。要するに その小説、この小説が、日本語版は何年に出て、英語版が何年に出たかって、そこが話の中心なので、著者は話の中心じゃないから、じゃあ、著者を消そうと。著者ってのは動作主ね。だから、受け身になったということなんですね。ということで、今まで、まあ、いくつかのパターンを見てきて、えー、受け身のパターンを見てきたんで、この辺で、 受け身はいつ使うかまとめに走った方がいいかなということでまとめに走りたいと思います。これです。英語で受け身の文を使うのは以下の8通り。僕がまとめてみました8通りです。矢印の先を見てください。前半4つ。まず1番。動作主が自明の時。要するに。 チーズ工場でチーズが作られるとすれば、作ってるのはチーズ工場で働く人々って、まあそういう話。2番目、動作主が言うね。一般の人々の場合。3番目、動作主が不明。4番目、今やった夏目漱石みたいなやつ。話題の中心ではないっていう時。はい。さらに、この4つ、えー、5、6、7、8。5番、動作主を隠したい時。動作主隠したいっていうことはあるよね。つまり主語を消したいっていうことですね。 それから6番、えー、文を公式で拡張高い響きにしたいとき、さっきそのガラス製品がどうのこうのって、あれだいたいその送られてきたガラス製品の中に入っている注意書きかなんかでお客さん顧客に対して言う場合って、ちょっと拡張高い公式の表現をしたくなるよね。そういうときって受け身が使われやすいわけです。7番、 主語は長すぎるっていうのは頭でっかちと言われて嫌われるんですね、英語では。だから主語がこんなに <laughs> 長いんだったら、じゃあ受け身にしてそれを一番後ろに by 誰々というふうに持っていくかっていう、こういうこともあります。それから新情報を分離に回したいと。主語に新しい情報を入れるっていうのも好まれないので、だから新情報は後ろ回しということですね。まあ、この辺はちょっとかなり 難しい話にはなってくるんですけど、およそこの8個が原理となって、英語では受け身の文ができている。で、日本語の受け身の文っていうのは、被害感を強調する場合が多いというのは、2つぐらい前の回でやったと思います。つまり、原理が違っているわけだからさ、それを一番初めにイコールで結んじゃったのは明治時代の、あの、 英文学者とかそういう人なんじゃないですかね。だからそこのところはちょっと迂闊だったんだと思いますね。つまり英語の受け身という概念と日本語の受け身っていうのは重ならない部分が結構あるということでしたね。はい、これが今日の教訓ということでした。ということで今回はこれにて終了です。また次回